お前は、大した理由もなく。戦えば負けるのが分かっていても、俺に心中するのは拒否したってことか。そうだね。やっぱりおかしな奴だな。だが、お前自身では大したことがないと思っているだけで。俺に従えないという理由は、ちゃんとあったということだよな。ちゃんとした理由なのかどうかは、あんたの判断に任せるけどね。強いて言うなら。ああ、やっぱりちょっと待て。せっかくだから、その理由とやらも俺が言い当ててやろう。お前、光秀とつるんでいたし、あいつと同じなんじゃないのか。俺が天下統一した後、海外へ侵攻しようとしていたことと、天皇を廃して王になろうとしていたことに反対だったのだろう。違うか？残念だが違う。俺は、あんたのそんな計画は知らなかったんだからね。明智殿をかくまって三河に戻ってから、初めてその話を聞いたんだ。ああそうか。俺があんたに心中したくなかった理由は、一言で言うとあれだよ。あんたの天下布武ってやつだ。俺が使っていた主演だな。天下に武を敷く。あれが気に入らなかったのか？強いて言えば、そうだね。ほら、大した理由じゃなかったでしょ。もう少し詳しく説明しろ。天下に武を敷くなんて、あの時代なら当たり前のことだと思うが。あれのどこが気に入らなかったんだ。ああ、俺も当たり前だと思うよ。形骸化した官位だの役職だのなんかは、何の役にも立たない。金とコネがあれば官位なんて変えたしね。むしろ、武力が全てに優先すると、割り切って考えた方がいいんだ。あんたは愚かな将軍を追放することで、そのことを国中に示した。あれは、とてもわかりやすい意思表明だった。わかりやすいっていうのは、重要なことだ。あんたのやることは、すごく勉強になることばかりだったよ。神君のお褒めの言葉、勘に耐えないよ。だが。そうなんだ。布武という考え方には何の反論もないよ。それに、あんたが使った武という字は、武力で征服するっていう意味じゃないとも感じていた。武力とは、世の秩序を保つために必要なだけだ。そして、武力が経済力に比例することに、一番早く気づき、経済振興にも努めた。考えれば考えるほど、織田信長という人は、強くて優しくて頭がいいよ。天下布武という理念にも、それが現れている。でも俺には、あんたが見ていた天下が、ちょっと物足りなかったんだ。ただ、それだけだよ。そうか。では、天下とは何だ？俺が思う天下は、日本人が生活を営んでいる全ての土地だ。具体的には、東北から九州までだ。蝦夷の一部の土地も含まれるね。なるほど。それで、俺が見ていた天下が、お前には物足りなかったのか。ちょっと物足りなかったって言ったんだ。本当にちょっとだよ。俺にとっては、山城山と河内泉摂津の、ご機内が天下だった。だから、天下布武とは、機内に武と経済で安定した秩序をもたらす、という意思表示だ。だが、機内だけ平和で栄えていれば、他は知らんという意味ではないぞ。わかっている。あんたが天下布武の主演を使い始めたのは、終わりから美濃に本拠を移した頃からだ。その後混入したあの壮大な城だって大宮土だった。いずれも機内ではない。機内にもあんたの直轄領はあったが、本拠地を京に置こうとはしなかった。それどころか、足利義昭のために京に二条城を建ててやった。あんたはどこまで優しいんだよ。その優しい俺に従わない、お前の考えがよくわからんぞ。俺はまず機内の秩序と、将軍の権威を回復させるところから始めようとした。だがさっきも言ったように、その他の地域はどうでもいいと思っていたわけではない。お前が言ったように、俺の本拠地は機内ではないしな。それに機内の秩序を守るためには、隣接する地域にだって、武力による安定をもたらす必要がある。
つまり中国四国、あと俺の領地に隣接する東海甲信越もそうだ。将軍にした足利義昭が、俺の予想以上に愚かだったせいで、京から追い出さざるを得なかったのは誤算だったがな。あんたは幕府も朝廷も保護していた。天下布武というのは、そういう意志の表れだ。まあ、その後の将軍とのいざこざや、保身しか考えない帝臣らの影響もあって、自分が、なりたくもないようになって、この国を根本から改革するしかないと考えるようになったんだろうけどね。ただ、あんたのそういう思考の流れは理解できても、幕府や朝廷に対する考えについては、俺も明智殿に賛成だよ。話を戻していいか。お前が、光秀が俺を殺した理由を知ったのは、あれの後だったんだろう？ああ、そうだね。だから俺は、あんたの計画なんて知らなかったんだから。あんたに従わなかった理由はそこじゃない。俺は、朝廷がある京から、なるべく遠いところに政権を置きたかったんだ。でも、あんたが考える天下は、畿内だった。そこから初めて、隣接する土地にも、布武を進める気だったこともわかる。ただ俺には、京に、権威も権力も武力も、経済も文化も人も集中するという国の姿が、どうしてもおぞましく感じられたんだ。そして、織田信長ほどの男が見ている天下が、既存の範疇に収まっているのが、ちょっと物足りなくも思えた。言葉で表現するのはとても難しかったけど、うまく伝わっているかな。十分伝わっている。お前は大した理由じゃないとか言ったが、それは俺には重大な理由だと思えるぞ。お前が俺に従っていたら、畿内が天下だと認めることにもなっていたんだ。その後、俺が光秀に殺されたのは結果論だからな。だから、うまく言えないのが自分でももどかしいんだが。おぞましいけど、それが間違いだと言える明確な理由もないから。あんたに完全に心中してしまい、天下布武に協力した方がいいのかと、何度も悩んだんだよ。俺が田舎者だから、京に対するただの憧れと嫌悪が、俺の中で、おぞましいという感情に変わっただけだったのかもしれないしね。わかった。だがとにかく結果的には、京から遠く離れた江戸にお前が幕府を作った。だから天下は畿内だけではなくなり、日本中を指す言葉に変わりつつある。俺が目指した天下と、お前が作った新しい天下とでは、どちらが良かったのかはもうわからないな。しかし、あの天下布武が、そういう結果につながるなんて、考えもしなかった。だから、大した理由じゃなかったって言ったんだよ。元を正せば、あの主演のせいか。確かに大した理由じゃなかったかもな。だが、お前が見ていた天下が、俺より何倍も広かったとは恐れ入った。ああそう。もっと反論されるかと思ってたよ。徳川家の本拠地を江戸に置いたのに。自分は駿河に、重臣らも江戸から遠ざけた意味が分かった気がするな。ああ、あれはただ、近くにいるとうるさいからだよ。ああそうか。ところで、話がだいぶ長くなったな。そうだね。あんたとの会話は面白いけど、気が抜けなくて疲れたよ。俺もだ、立ち会いみたいだな。ここらで一度、帰らせてもらうことにするよ。ああ、そうか。でもここまで来たんだから、ついでに境でも見物していったらどうだ。案内役もつけてやるぞ。お気遣いありがとう。でも、おかげさまで道には詳しいんだ。それより、次は俺があんたを、駿府城に招待したいんだけど、どうかな。